今回はこの軽化木の切断をやってみたいと思います。切り方ですが、今回はこんな風に金太郎飴のように切ってみたいと思っています。今回は私が切断しますので、撮影をワイにやってもらうと思っています。あるいは松返すチャンネル、このタンクから水を供給しようと思っています。よし、水が来るね、やっぱ。うん、潜りにくいでしょ。この飛散ガード、これちょっと外します。かえって見にくいので。これはとりあえず伏せときます。よし、見えんやな。見ません。私も。それで今2回切ったんですが、思いのほか柔らかいので、ひょっとしたら完全に目の浮かせずに炭化しているところが残っている可能性があります。炭化、ではまだ見てません。あと1回、はい、切ってみます。はい、はい、緊張してます。よし、行くぞ。OK。
終わりました。よっしゃ。終わりました。まだ見ません。まだ見ません。まだ見ません。はい。はい。おお。こうか。おお、うんうん。こうか。もうちょっと、あ、そうそう、オッケー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 。出ました。うん、出ました。すごい。うん、すごい。はい。あ、それでは見てみます。うわ。わあ。真っ黒。真っ黒。真っ黒。わあ。真っ黒。なんか、うん、なんか脈が亀裂か入ってます。うんうん、真っ黒だな。この辺がまだちょっと、うん、あれだな、うん、よし、はい、こうやって見てみますとまだ完全には目の化してないようなそんな感じですね。今年の初めの方だったか去年の暮れだったか忘れましたが、当チャンネルで公開したフォトアイズドット、あんな絵を期待していたんですがなかなか難しいですね。ちょっと水かけて、はいはいはい、ありがとう。しかしこうやって見てみますと石英の脈が走っていたり、どことなくセプタリアのような石にも見えます。うん、金太郎みたいに切ってよかったです。これ普通に2つに切ってもあんまり面白くないんで、ということでまた面白そうな石があったら切ってみたいと思っています。またお会いしましょう。では。では。